ビッグサイズフィットネスの吉山です。今日も前回の続きの四つ倍の体幹トレーニングについて紹介していきたいと思います。前回行ったもののレベルアップの種目になります。皆さん、前回のキャット&ドッグからニュートラルポジション、四つ倍になって手足を上げるっていうエクササイズはもうやってみたでしょうか。レベルがあって、最初はキープ、次に足を上げる、次に手を上げる、最後に体格の手足を上げるっていうのを行いました。その体格の手足を行うエクササイズ、右手と左足を上げます。ここから手足を同時に前に持ってきます。左手と右足が今浮いてます。このままキープから前に持っていく。また右手と左足が浮いて、今度は後ろに進みます。右手と左足が浮いてキープから、こういった種目になります。体格の手足キープができたら、そこから進んでいくっていう種目、ベアクロールという種目になります。これよくやる種目かもしれないんですけど、意外と早くやることが多いと思うんですけども、ぜひ今私がやったようにゆっくりやってみてください。体格の手足を上げたところで止まります。そのまま手足を同時に前に送っていくっていう形になります。早くやるとコントロールできてない動きもうまくできているように見えてしまうことがあります。ゆっくりできてもその動作ができるっていうことは、自分の体をしっかりコントロールできている証拠です。ぜひゆっくりやってみてください。このエクササイズはゆっくりやればやるほどきつくなります。あともう一度やってみます。持ち上げて、まずキープ、そこから手足が同時着地、今左手と右足が浮いてて前につくときに同時着地です。背骨は極力まっすぐのまま、膝は床すれすれを目指します。膝が上がってしまうとお尻が上がってしまうので、膝が床からイメージは2センチぐらいの位置にあるようにして進んでいきましょう。また後ろに下がるときに足を大きく出しすぎてしまう方が多いので、足も手幅と同じぐらい、足すごく小さく後ろにつくぐらいのイメージでやってみると体幹部分も保てるし、姿勢も保てると思います。かなりきつい種目になります。早くやらずにゆっくり、ぜひチャレンジしてみてください。